ネフェルティティ、ネフェルティティ、ヒエログリフ、ネフェルティティ、ネファティティ、紀元前14世紀中央は、エジプト新王国時代の第18王朝のファラオであった、アクエンアテン、オクエンアトン、イクナートン、救名ヤメンホテプ4世の聖妃であり、ファラオトトアアトアンクアメン、タットアンクアメン、ツタンカーメンの規模にあたる。彼女の名の単位は、美しい、シャ、ネファー。 t- が訪れた iti となる。ネフェルティティはまた、現存する謎を秘めた、未完成の美しい巨像で著名であり、古代エジプトの美女の一人と考えられている。エジプトのオピアストル、エジプトポンドの補助通貨紙幣に肖像が使用されている。ネフェルティティの両親が誰であったのか、正確にはわからない。推測においては二つの説があり、一つは、後に、 ファラオとなる、大見は勘愛と、その妻、の間の娘とする説と、もう一つは、ミタンニ王女、を彼女に否定する説である。第19王朝において、アクエンアテンの余るの革命は否定され、ファラオアクエンアテンの存在そのものが記録から、抹消された。後に復元されたファラオの王刀によれば、彼女の夫であるアクエンアテンは、後のファラオととアンクアメンの父である、二人の、 親子関係は2010年の DNA 調査でほぼ確定された。ネフェルティティがいつアクエンアテンと結婚したのか、またいつ聖妃となったのか、正確な年や日付は不明である。しかし彼女がアクエンアテンとの間に6人の娘を産んだことは知られていい。6人の王女の名前と推定誕生年は次の通りである。在位年。 紀元前1346年、アメンホテプ4世、後のアクエ園アテンは、歴史に、著名なアテン信仰を宣言する。この年はまた、京アマルナ、テルエルアマルナとして知られる新都アケト天、アテンの地平のいの建設が開始された年だと、信じられている。在位5年、紀元前1345年、アメンホテプ4世は、彼の新たな信仰の証として、自らの名を公式に、 アクエンアテン、アテンに愛されるもの、イクナートンに変更した。それは一月二日頃であったと推定される。在位七年、紀元前1343年、王国の首都はテーベよりアケトアテンへとセントされた。とはいえ、神都の建設はなお進行中であり、さらに二年を要して、紀元前1341年頃に都市としての、定裁を整えた考えられる。都は、 王と王妃、二人の新しい信仰に捧げられた。また戦闘の前後、ネフェルキティの胸像は作成されていたと考えられている。在位十二年、紀元前三百三十八年の十一月二十一日と推定される日分が、彼女の娘、メケタトンについて言及する最後の記録である。この日付の後、少ししてメケタトンは死去したと考えられる。 アマルナの王家の谷にあるアクエンアテンの他の浮き彫りは、彼女の葬儀の様を表しているように思える。アクエンアテンの在位14年、紀元前1336年、ネフェルティキティ自身に関する歴史的記述が一切消えてしまう。またこの後、彼女について言及した記録も存在しなくなる。仮説は王妃の突然の死に出会い、耐え難い心の苦痛を抱いた王。 悪煙アテンがネフェルティティに関する言及を禁じたとするものから王の寵愛を失い王妃の地位を失ったネフェルティティが政治的に失脚してその名が消えたというものまで議論されている。しかしこの事件に関する信憑性ある資料は歴史から完璧に消え去ってしまっている。ネフェルティティの消失は共同統治者スメンクカーラー、スマンクコ・アーレーの王罪の遠くらい。 そしてアクエンアテンの新たな王妃やキ,キアへの言及と時間的に符合している。スメンクカーラーはネフェルキティの娘メリタトンと結婚していたと考えられる。しかし、スメンクカーラーがネフェルキティに代わってアクエンアテンの正否地位を占めたとも考えられ、また二人のファラオが恋人関係、男色関係にあったとも考えられる。いずれにしても、スメンクカーラーもアクエンアテンも 紀元前1334年、または紀元前1333年に逝去した。アクエンアテンは死亡の時、少なくとも29歳であり、17年間大いに、あった。スメンクカーラーは4年間、アクエンアテンの共同統治者であった。なお、ネフェルティティをスメンクカーラーに否定する説も存在する。ッと、アンクアテン、タットアンクアトンが二人の後を継いだ。 彼は、アクエンアテンの息子であり、おそらくスメンクカーラーの弟だと思われる。と、アンクアテンは、ネフェルティティの娘の一人アンケセンパーテンと結婚した。王夫妻は、若く未経験であった。ある説は、ネフェルティティはなお存命しており、若い二人に影響力を持っていたと信じている。もし事態がこの通りだとしても、 彼女の影響力とおそらく彼女の人生自体が、トゥト・アンク・アテンの在位三年、紀元前百3 3一年には終焉していた、考えられる。トゥト・アンク・アテンは、アメン神への信仰の証として、その名を、トゥト・アンク・アメン、タット・アンク・アメン、ツタン・カーメンに変えた、非、アンケセン・パーテンもアンケセナーンに改名。また、アケト・アテン、アマルナを放棄して、首都をテーベに戻した。 ネフェルティティがミタンに王女タドゥキパだったとすれば、彼女はこの頃三十五歳前後である。タドゥキパ、ネフェルティティ、スメンクカーラー、そしてキアの間で想定される否定に見られる通り、彼らの時代や生涯に関する記録は極めて不完全である。ネフェルティティはタドゥキパであったのか、共同統治者スメンクカーラーであったのか、あるいは突然出現するオーヒキアであったのか、 その誰とも違っていたのか、現時点の歴史的資料からは判断ができない。紀元前1346年、頃、エジプト第18王朝の若きファラオ、アクエンアテン、救命アメンホテプ4世は、不王アメンホテプ3世の聖居で、全権を掌握すると、かねてからの理想を実行に移し始めた。ネフェルティティは、クレオパトラと並んで美女の代名詞にもなっている。 古代エジプトの三大美女といえば、紀元前一世紀、プトレマイオス朝の女王クレオパトラ七世、紀元前十三世紀、第十九王朝のダイオーラムセス二世の聖妃、ネフェルタリ、そしてこのネフェルティティが挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。